はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼5実況をプレイ、今回が第42回目、よろしくお願いします。はい、サンタナの賞コパアメリカ、本日は決勝戦、対戦相手がアルゼンチン。この決勝戦を前にして、ブラジル代表はトラブルが発生しました。そのトラブルっていうのは、収録メンバーがごっそり半分いなくなってしまいました。すごいな、この演出。監督さんは一体何をやってるんだっていう風に感じるところあるんですけれども、まあそんな中でもね、抜けてしまったメンバーの穴を埋めるため、その抜けてしまった穴を埋めるため、監督さんが慌ててあっちこっちからかき集めてきてくれたんでしょうね。ちゃんとね、ベンチには、16人フルメンバー揃ってます。これらが、いわゆる、監督さんが慌ててかき集めてきてくれたメンバーなんだけど、でも幸いバローゾとかね、前一緒に戦った仲間がいるし、ゲルシスでももちろんいるしね、今回ダ・シルバ君も、レギュラーとして抜擢させてもらってるんですけどね、慌ててかき集めたメンバーの中に1人、お宝が、宝物を発見してしまいました。それはこちら、タッコーニ君。顔つき。ねえ、初めから呼んでよって思うんだろうな。思ってんだろうな、タッコーニ君としては。いろんな複雑な思いを抱えてると思うんですけども、ね、だからこそ、今回、タッコーニ君をね、10番、キャプテンの、背番号を与えてみました。そして、カルちゃんは9番、今までの鬱憤を晴らしてほしい。9番でガン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 点を取ってほしい、そういう思いを込めて、サンターナは9番にしました。こんなメンバー、サムエルとかね、新しく入った選手がいて、これはね、名前で選びました。サムエルってなんか好きだな。ジュスト君とかもね、そう名前で選んでます。こんな感じのメンバーですかね、先発は。はい、そしたら、本日はアルゼンチンなんで、早速サナエちゃんにその情報を聞いていきたいと思います。はい、よろしくね、サナエちゃん。ディアスの卓越したセンスとフォワードバティンが繰り出してくるバティゴールは、今までの相手ではレベルが桁違いよ。中盤を有利に運ばないと、相手のとっても強烈なフィニッシュ地獄にはまってしまうわ。面白いね。姉子節だね。なかなかいませんよ、マネージャーでこういう風に相手のチームを分析した情報をくれる人は。相手のとっても強烈なフィニッシュ地獄にはまってしまうわ。やだね、それはなんとかしないといけないね。はまりたくないですね。あ、終わった。そっか、中国どうもありがとう。そしたら、そうだな、まあね、しょうがないよね。今いるメンバーで戦うしかないもんね。主力が抜けてかき集まってくれたこの子たちでね、なんとか頑張るしかないと思ってるんですけど、そしたら、これが最後のサンターナのショーになると思いますので、思いっきりね、楽しみたいと思います。キックオフ。よし、頑張ろう。お、これはバローゾ。よし、かっこいいね。お、パスカル。パスカルもう一回顔見せて。すごいなぁ、キタロウみたいだね。よし、サムエル。サムエルから狙っていこうか。あ、相手ゴーゴンっていうんだ。よし、狙っていこう。高いシュート、オーバーヘッドでやってみようか。あ、うん、オーバーヘッド。行け、カルちゃん。何、弾かれた。それを、お、タッコーニ、バランスを崩している。相手はディアス。これは下手に勝負しない方がいいな。相手が、あ、あれ倒れてんじゃん。じゃあシュートな、真ん中。あー、惜しい惜しい惜しい、当たっちまったか。もう一回もう一回、宝物、ナイスプレー。よし、あ、相手バランス、うん、なんか始まった。俺がなんとかしなくては。今のはなんか覚えた。何も覚えてない。イベントか。じゃあどうしようか。じゃあパスか、バローゾ。シュート、止まんなか。
もう一回チームプレイ、チームプレイ、バローゾシュート、右隅、うわー、打てなかった。お、ガルバン、なんかクラシックの電動みたいな感じの顔してるね。ベートーベンっぽい髪型。そしておお、まずいまずい、よーし、ナイスキーパー、オフサイド。オフサイドか。キーパーからのパスでオフサイドか。オフサイド。オフサイド時刻。はめてやろうぜ。向こうが必殺シュートのフィニッシュ時刻なら、こっちはオフサイド時刻だ。上がれ上がれ。よし、上がった。606か。ここは一回バローズで打とう。シュート、ミニア、おー、惜しい。ブラジルのスローイン、試合再開。ここ高いパス、サンタナ、次キーパー来てるね。お、お宝、お宝タッコーニ、お宝タッコーニ行こうぜ。お宝、うわ、繋がらない。よし、反則タックル。よし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 、これでテンション上げてく。これでリズム乗ってこうぜ。よーし、ナイスタックル。全員全員全員で潰せ。よし、タッコーニ、お宝。タッコーニってどこだっけな、どっかで一度対戦してますよね。じゃあしょうがない、ミラージュどうか、この辺。よし、ミラージュ、容赦しない。 ZYS 決めろ。よっしゃ、よし、突き破った。これぞカルドス、サンターナ、1,2,3サンターナ。よし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 、ナイスゴール。今から得点王になるのは難しいけども、大会 MVP だったら目指せるかもしれない。頑張ろう。よし、ナイスタック。これは行かないとダメだ、行かないといけない。よし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 、向こうのパスミスを誘った。どうしようか、そこら中だな、タッコーニ。よし、すぐ B でサムエル、ほんでもって、ほんでもってバロン。よし、え、あ、ダッシルバ、ダッシルバ、ダッシルバ、タッコーニシュート、ワイドゥア、すごい。バウンドしたね、今バウンドショットをマスターしたか、ロリマー君仕込みの。おおお、来た来た。じゃあタッコーニのバナナでも見るか。よし、タッコーニバナナタイム、行け。お前の自然体バナナ、右隅、行け。あー、惜しい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 、押せ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 、このままどうなってる、これキーパーなんか入ってんじゃん。シュート、左隅、浮いてるか、浮いてないか。おっと、これオフサイド。よしよしよし、ブラジルのオフサイド地獄。そしたら、そうだな、こう油断してると思うんですけど、ちょっと出すのあるかもしれないな。宝、お宝、お宝タッコーニ。そしていいねいいね、いい感じだね。ここシュート、右隅、よし、もう一回お宝がボールを取る、サンタナ、いいねいいねいいね。カルチャーン、あ、マジカルタ、敵のキーパーそこ、敵のキーパーそこ、バローゾシュート、真ん中、あー、ダメか、止めろ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 。うわ、ディアス来た、ディアス来た。タックにお宝タックル、もう一回マルセロ潰せ、反則だ。逃げなかったか、撃ってきたぞサイコロ。よし、勝負、ダークイリュージョン、ゲルディース、はぁ、オッケーオッケー、よっしゃ、見たか。よしよしよし、いいね、うほーうほー、すごいな、あの左上。でもまあ初戦ドライブシュートだ、その初戦ドライブシュートに備えてみよう。あ、来なかった、
かった。うん、よし。おお、オーバーヘッド打ってるんだ。よし、これはダークイリュージョン。よし、ナイス。母国のため頑張ろうぜ。俺たちはそんなチーム内でつまらない争いなんてしたくないんだ。応援してくれてる母国のね、サポーターのみんなのためにも頑張るぞ。お、キーパー来た？キーパー来た？じゃあそのままスルーしようね。スルー。あー、ダメか。アルゼンチンのスローイン。試合再開。もうちょいだったな、ダッシュルは。止めろ止めろ、カルロス、アルベルト、おお、取った、えらい。残り1分、これを有効的に使おう。ビスってる場合じゃない。お宝、よし、残り30秒、いけるいける。あー、これシュート打って、シュート打ってこぼれ球をサンタナが打つみたいな、狙ってみようか。シュート、ロングシュート、右隅、カルちゃん届け、届かない。おしよしよしよし、あー、前半終了。うわー、あと20秒ぐらい欲しかったな。後半戦を迎えます。いやー、面白い。よし、ガッツチェック。うん、お宝よく頑張ってくれたね。うん、みんなよく頑張ってるよ。よし、このまま頑張ろう。試合再開だ。母国ブラジルのため頑張ると。よし、宝、えらい。ディアス、ディアスは避けようぜ。こっち、何？返せ。うわ、来た、パスカル。よし。うわ、まずいまずいまずい。うわ、まずいまずい。ディアス来た。サイクローン、サイクローネ。頑張れ、ゲルディス。はあ。よっしゃ、強い。見たか。よし、ダシルバからサムエル。で、カルちゃんのガッツは447。よし、いけるね。渡しちゃおう、もう。ここ。カルちゃん。オッケー、よし。分身。大丈夫、大丈夫。ガッツはまだまだある。かわせ。うおうん、なんか始まった。サッカーはみんなでやるもんだ。お、翼の幻影。そうだ、そうだった。おお、これは何？テンションでも上がった？テンション上がってる？よし、じゃあ、上げ上げサンターナのミラージュシュートだ。新メニュー、上げ上げサンターナのミラージュシュート、ミラノ風。頑張れ。よっしゃー、来たぜ。よしよしよし、ファミレス風のシュート名です。よし、ナイス。試合再開。2-0、圧倒してやろうぜ。やばい、来た、来たろう来た来たろう。うわ、これはこの位置でも PK 取られちゃうかもしれないから、は、いや T&T だ、ここは。うー、来た。じゃあシュートブロックカット。何？バティゴール来た。頑張れ。はぁ、あ、はぁ、はぁ、よし来た。強い、負けないぞ。燃えてるね、サムエル。そして、3段40か。お宝は、あ、せめてお宝が上がるまでだな。お宝、よし、上がった。タカーラシュート、まさか。うん、惜しい。あ、やばい、キタロウ来た。やばい、キタロウ止めろ。あのミスターゲゲゲを止めろ。やばい、来た。バティンのバティゴール。ガッツがなくなってきたぞ。いやー、吹き飛ばされた。頑張れ、吹き飛ばされたやつのためにも止めろ。はぁ、あ、はぁ、あ、よし、強い。よし、強い。いいね、今まで手がなまった分ここで熱くなろうぜ。サイド、ナイスパス。おお、ブロック来たか。よーし、反則タックル。毎週水曜日練習してます。試合再開。今
今やもう世界の反則タックルですから。いやーダメ、北郎だ、北郎、うわーリアス、あ、なんだっけ、こういうのか。リアスはドリブル好きなんだけど、でもガッツがそもそもない。ゲルピウス君まあいいか、ドリブルを止める。これはあ、サイクロンか、これはしょうがない。ゴール、どうしようか、ゲルディス君ガッツなくなっちゃったもんね。でもキャッチぐらいどうしようか、バモラ行く、バモラも行きたいよな、君のため頑張りたいよな。よし、バモラ行こうぜ、バモラ、ゲルディス、お疲れ、後半からバモラ、お久しぶりみんな、バモラです、恋人はうじゃうじゃいますうじゃうじゃ言うな、ホームパーティーとかやるとね、もうあの自家用プールのとこに女の子がね15人ぐらい泳いでるみたいな。シュート、拾え拾え、サイド、サムエル、ガッツがもうやばいもんな、90しかないからな、お宝かなここは。じゃあ揺さぶってのお宝、こっち、お宝囲まれてるね、4人が、4人はさすがに相手にするの難しいよな。何、今のいいパスだったんだけどな。よし、 よしよし、オッケーオッケーオッケー、ブラジルのスローイン、試合再開、ジュストで、すぐ逆サイド、すぐビー、サブレー、よし、揺さぶり、揺さぶりからのフィニッシュはお宝、それでいこう。あ、ダシルバ、うーん、キーパー来ちゃったら厳しそうだな、打つしかないな、これ打つ、ビニセル、よしナイス、よし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 、ブラジルのコーナーキック、ガンガン攻めるぜ、もちろんやるのはタッコーニのバナナ、行くぜ、お宝バナナだ、左隅、あー惜しい、カルドスシュート、右隅、ダー、よしよしよし、お宝、おディアス来た、負けんな、パス、負けんな、パス、よし、よーし、オフサイド、オフサイド時刻です、試合再開、頑張ろう、国のため頑張ろう、よし、サムエル、みんな上がってるね、タックに84になっちゃったか、1本しか打てないな、じゃあ おなじみのち、イサブリ、誰か守れ守れ、ジュスト、よし、ナイスタックル、拾え拾え、すぐに全員でプレスプレスプレス、よし、見たか、バックチャージ、南米地獄の反則タックル、よしよしよし、うわやばい、ヤツが来た、ヤツ来た、ドライブシュート来た、ドライブシュートで待てよかった、よーし、バオナー3発いったなんか耳のところすっきりしてるんだけど気のせいかな、髪切ったバモラ、よし、髪切ってすがすがしくなったパリパリのバモラだ、ビッグハンズバモラ、よし、偉い偉い偉い、ガーン、そのままゴール、そのままゴール、どんまいどんまい、お前は精一杯頑張った、三発にまでいったそれは評価したい、頑張ろう、バモラのためにも俺たちが何とかする、こっち、よし、みんな分かってるね、最後はカルちゃんだよ、エースに決めてもらおう、よし、160溜まったぜ、ぴったんこぴったんこいくか、この辺高いパス、カルちゃん1対1勝負だ、カルちゃん MVP、
よし、やったやったー、カルちゃん、よし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 、バモラのため、そして応援してくれているブラジルの国民のみんなのため、優勝だ。よし守ろう。よし来たな、ミスターゲゲゲ。タックルだ。よっしゃー、お宝ナイスタックル。バローゾ、よーし、反則タックル。みんな心が一つになってる。みんなの心が一つになってます。試合再開。よしよしよし、頑張ろう。残り2分。おお、どうなってんだ、止めろ。よしよしよし、上がれバローゾ。ダッシュ力上がってるね。こっちサムエル、よし、もらった。やった、タイムアップ、ブラジル優勝です。バモラもご苦労さん、ブラジル勝ちました。今年のコパアメリカ優勝はブラジル。やった、優勝だ。どうやら本物のようだな。結構無茶なやり方だったけど結構無茶なやり方って言われちゃって、でもこれが僕の戦い方ですから。いやいや、これぐらいなら当然の試練ですよ。ブラジルのキャプテンなら、こうして新しいキャプテンがブラジルに生まれた。サンタアナのショー終わり。うん、ということでやりました。これでついにサブシナリオすべて、終えることができたみたいですね。うん、そして次回からはついに、最終決戦メインシナリオ紅白戦、こちらに入ってきますんで、どうぞ皆様もお楽しみに。はい、そしたら本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。やってる僕も本当に楽しかったです。こういう楽しい気持ちのまま最後までやれるっていうのは本当に幸せなことなんで、なんとかね、残り少ないと思いますけれども、一つ一つ気持ちを込めてやっていきたいと思ってます。それではまたね、さようなら。神々主催ミニミニワールドカップのコーナー、よろしくお願いします。本日は、第6節そして第7節と、第7節は最終節になるんですけども、この2試合をプレイしていきたいと思ってます。よし、じゃあ続きから、現在トップチームはついに来ました、南葛です。まず最初がそうだキラさんのサンパウロとの対戦だ。キラさんのサンパウロは確か前回初勝利を飾ったんですよね。そう、1勝4敗7位、うん、ちなみにどこに勝ったんだキラさんのサンパウロ。第5節ユベントスユベントスに勝ったんだ。首位だったらユベントスに勝ったんだ。ユーベって言えばヒューガだからね。接待サッカーしたかさすがだね、さすがキラチル。その辺気使うんだな、やっぱね気が使える男、ヒューガ小次郎。よし、そしたら、この辺、チャッと、設定していきたいと思います。こんなんだったね。よっしゃ。で、これが大事、これが大事。よし。じゃあ、キラ監督のサンパウロとの対戦です。第6節、開幕、開始。お、新田が今いたね。よし、もうやること一緒さ。ほら、優勝目指していくぜ。君にズキューン。よし、強い。やったもらったもらったもらった、やったね。でもあのキャプテン翼5って本当なんだろうな、オールスターモードが充実してるから、僕も当時ね、まあいつもそうなんですけど、キャプテン翼はオールスターが面白いから、もうストーリーモードをやらずにオールスターばっかりやってたんですけど、キャプテン翼5は特にね、このリーグ戦これが面白かったんで、当時は本当によくやってたっていう記憶がね、ちょっとずつこれやりながらね蘇ってきましたよ。じゃあ猿いこうか。あ、取られちゃった。
よし、じゃあ猿行くぜ。元チームメイトだもんな、バンボナーは。おっとこぼれた、やるなサンパウロ。よし、歌えもん、歌えもん出せる。う何人来るんだそして解散していったサンパウロ怖え、あのプレス部隊。おっとこれはニッタオフサイドかかったな、かかったな、うちの網に。時間ないしな、シュート左攻め。よし、一応打ってみた。お、はじめちゃん。おっとここで前半終了。よし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 、南葛リードです。もらったね、この試合も。あと2試合ですからね、残すところ。本当はあの全部で、7×7、ホーム&アウェイで14試合あるんですけど、ちょっとねそこまではやれないんで、今回は、皆様にちょこっとだけこのリーグ戦どういうものか楽しんでもらうという趣旨なんでね、ぜひ皆さんが、実際にキャプテン翼5を購入された際にやってみてはいかがでしょうか。最後までね、ドリブルかわせるか、自由。よし、かわした、かわせるか、かわした。よし、じゃあ行くぜ、キャノンシュート。強いね何人吹き飛ばすんだ、4人がかりか。サンパウロは本当プレス部隊だな、みんなバブナ君のために必死だ。そして突き破るやったね。よし、もうあとはてっぺんまでイベントさえ倒せばいけるもんな。次の第7節残り5分、猿行け、山猿タックル。よし、上がれ上がれ、猿行けるか。よし、信号サイド。おお、やばい、ニッタが来た。おお、ニッタが来た。おーおお、芸術的なドリブル。そしてそして来たファルコンダイブパンチ、森崎頑張れ。止まろう、ダメでーす。1位を見せたな、ニッタ。よし、試合再開。もともとね、自費研究生ってことで行ったんだもんな、4の時は。それが今やサンパウロの中心人物。よし、うまい、ナイス、モズ落とし。ナポレオン、あー、取られた。やばくないか、やばくないかやべえな、撃ってきたよ森崎。ダメか、ダイウェイニッタ強くなったな。なんとなんと、まあじゃあやけくそろうか、うちも B すぐ B ナポ Y キャノンシュートユーゲッツ、こっちだってやけくそだい、吹っ飛べ。何人来ても同じだ、戦いの年季が違うのさ。ナポー、どうおっと止めてきたよ、やるな。これはおっとタイムアップ、両チーム互いに一歩も譲りません。サドンデスの延長戦、なんとなんと粘るな、粘ってきたな。試合再開、先に1点取ったの勝ち、南葛のキックオフ。しかし困ったことに、さっきの1体だけのために打った あのキャノンシュートでガッツがなくなってしまった。ここは石崎だな、こっち。タックル、おっとまずいぞ、おっとまずいぞ、ボールを奪われてしまったぞ。
やられてしまうぞこいつに。この刃が素敵な男にやられてしまうぞ。やばい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 、松本ちゃん潰せ。なんとやべえやばいやばいやばい、来た来た来た。そしてこれはファルコンダイブだ。終わった、森崎終わったな。じゃあ最後は気持ちよくキャッチでいこうか。いや、パンチにしとこうかわずかな期待を込めて、森崎でー。なんかつ破れる、なんかつの無敗伝説がここで崩れてしまったな。ということで、お、次はユベントス？バルパス？誰？リーグデータ見ようか。現在首位は相変わらず、あ、南葛が首位なんだまだ。で、2位が、お、ユベントスまた負けたんだ。で、お、若林のハンブルガー SV が上がってきた。面白そうだね。どこに負けたんだ、ユベントスは。ユベントスは、フェイエノルドに負けちゃったんだ。へぇ。ってことは、次の試合。南葛が勝てばもちろん優勝なんだけど、もしも次ユベントスが勝って得失点差今1しかないから、これ面白いねこれ面白いですね。はい、じゃあ、本日2試合やろうと思ったんですが、ちょっと時間が来てしまいましたので、次回に持ち越し、最終回は次回持ち越しです。どうぞお楽しみに。南葛が勝つか、それともユベントスが勝つか。またねー。